構野菜がねバランスがいいです。今回のダッフィーのハンバーガー美味しいですね。食べやすい。はい、ということでスペシャルセットですね、頼んでみました。まずこのハンバーガーが、ハンバーガーとランチケースが付けられて1990円と、こちらのムースかな、ムースがスーベニア付きで880円、そしてプレート付きのケーキが880円でした。スペシャルセットのベーコン&ビーフパティバーガーいただきます。実を言うとね、中にピクルスが入ったって僕抜いたんですけど、バーガーと野菜かな、ベーコンとハンバーガーとピクルスとタルタルソースになっています。ピクルスとか苦手な人はね、抜いておいた方がいいかも。あとね、トマトも入ってますね。あの肉厚すごくない？ハンバーガーの肉厚がかなりボリューミーで食べやすいです。トマトがね、すごい酸味効いてますね。タルタルソースとかなり相性いいです。これピクルスが入ってたらね、苦手だから抜いてるけど、食べやすいですね。あの野菜がね、いいタイミング、なんでだろうな。肉と野菜がね、バランスがいいです。今回のダッフィーのハンバーガー美味しいですね。食べやすい。ちょっとこってりしてるけど、野菜も多くて、タルタルソースとか酸味、トマトの酸味とかも効いてて、いい具合にマッチしてますね。続いてはラズベリー&ホワイトチョコムース食べていこうと思います。せーの、スイッチ。お、2層に分かれてますね。なんかラズベリーとホワイトチョコムースな気がしますね。なんかまた板の粉チョコというか、シホワイトチョコがなんかまぶしてありそうですね。いただきます。まずは1段層目いただきます。ベリー、ラズベリーだ。本当に生クリームと合わせて食べてみます。あー、ベリーの味がね、うまい具合にマッチしてる。うん、いいかもね。白色食べていきます。ホワイトムースかな、バニラクリームみたいな。初め組み合わせてもね、全然楽しめます。で、多分俺の予想だとバニラムースなんだけど、バニラムースとベリーがね、またベリーの苦さがバニラムースで緩和していて食べやすいですね。ストロベリームースケーキいただきます。見て見て、ミッキーみたいになってる。チクチクしてるよ、チクチク。下がなんかスポンジかな。お、サクっていった。あー、なるほど、中がムースになってるね。ストロベリーのムースにホワイトチョコがコーティングしてある。で、ちょっとね、サクっていけるようだけど、中身がね、ふわふわしてる。ちょっとこれ食べづらいね。赤色のゼリーのようなもの出てきました。ストロベリージャム。あー、これ濃いな。全体的に甘いね。さっきのやつってムースのラズベリーのね、酸味が効いてて、苦かった部分がミルクムースと合っていて、甘さで緩和してたんだけど、これずっと甘いの続く。甘いの苦手な人はちょっときついかも。この2つはイオリかな。イオリはサクサクしてるね。いいのが続くからね、なかなかね、手が結構進みにくいっすね。これスーベニアプレートは可愛いんだけどね。ということで、ケープコッドクックオフのダッフィーのクリスマスメニューを食べてきました。個人的にはそうだね、あのハンバーガーが一番美味しかったかな。うん、ピクルス抜いたっていうところがあると思うんだけど、ピクルス食べてたらね、
まあ嫌いだからねちょっとうってくるかもしれないんだけど、ピクルス抜いた感じだったら比較的にボリューミーがあってとても食べやすかったです。だけじゃなくて野菜も取れるところがヘルシーだったなっていうのが良かったなっていうところですね。パリしててタルタルソースもそこまでトマトとか味も喧嘩してなくて、個人的には今回のスペシャルセットはとても美味しかったです。よかったらあくまでもこれ一個人の感想なので、よかったら食べる時のあこういう感じなんだっていうものが伝われば嬉しく思います。今回のダッフィーのハロウィンメニューと一緒で、じゃん、こちらのスーベニアプレゼント企画で動画をさせていただくので、よかったらまだチャンネル登録してない方はね、プレゼント企画の商品にさせていただくので、よかったらチャンネル登録もお願いします。引き続きチャンネル登録してる人当てましょう。また他のメニューも食レポできたらどんどんしていこうと思いますので、今後ともよろしくお願いします。それでは終わりましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下の高評価ボタンという方はチャンネル登録のボタンお願いします。 Twitter と Instagram 概要欄にあるので、動画の概要欄にあるので、よかったらフォローお待ちしております。それではバイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画良かったと思った方は下のチャンネル登録のボタンご登録お願いします。よかったら他の動画もアップロードしてますのでご視聴ください。それではバイバーイ。